中原颯太です。今回はですね、中京圏で唯一の寄席、大須演芸場に来ております。こちらの大須演芸場はですね、1965年に設立されて、由緒正しいこう歴史のある演芸場なんですけれども、もう本当に名だたるこう芸能人の方がですね、ここのステージを経験されたということなんですけれども、今回はここであるプログラムが行われるということなので、早速見に行きましょう。失礼します。うわ、続々と集まっていらっしゃいますね。学生さんが作ったものがあるんですよ。こちらでございます。これすごくないですか。名古屋ろう学校インテリア科というのが刻まれて、この本当に人の手でこう作ったんだろうなというのが分かる。実はですね、僕過去に古典落語の演目に挑戦したことがありまして、なのでこういう落語という文化にはすごく興味が津々なんですけども、ここの学生さんの方たちは本当にこう学校も別々だし、国籍も違ったりとか、中にはこう手話で会話をされるような、学生さんもいらっしゃったりと、制服も全然違うんで、やっぱりいろんな学校の方が集まってるってことなんですよね。今回はなんでこういうプログラムに参加しようと思ったんですか。演劇部っていう部活に入っていて、それでみんなでやってみようって。お隣の人はお知り合いとかではなく、そう、こういうところからももう交流してて、席が隣だったらちょっとお話ししてみたりとか、そういうところからも生まれてくる。ありがとうございます。はい、林家つる子さんです。はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、なぜ今回落語のプログラムをやるのかなっていうところのきっかけを少し、落語実は東海地区とちょっとゆかりがあるんですね。なんとなんとなんです。関西とか笑いの、ね、王道大阪ではなく、実は岐阜と言われています。はい、はい、落語はお寺のお坊さんの、要はお話から始まったって言われてるんです。ただ話してるだけじゃみんな飽きちゃうから、昔からなんかちょっと笑い話をこう交えてお話しするっていう、なんかここから生まれたそうなんですね。でこの後ね、早速でございますが、はい、つる子さんの古典落語を楽しんでいただきたいと思います。とにかくみんなの想像力が大事です。だからこう今つる子さんは一体何をしてるのかなとか、なんかこう想像しながら聞いてもらいたいと思います。体験してみない？手の甲、これを肩のところにピタッとつけます。親指、ね、この親指、これを目線の高さまで持っていきます。こうやって、ね、そしたらね、この肘をまっすぐに伸ばしていくよ。こうやって、スーって、スーって、そのまんま、そうそうそう。みんなさっきのやるよ。あそこの空き地に囲いができたんだってね。へー。ちょっとこっちに来ておくれ。旦那も人使いが荒いよ。あんなとこ座ったきりなんだもんね。お豆が煮えながらいい匂いがするね。ちょっとならわかんねえよな。私がここで食べてる。佐々木氏が戻ってくる。なんだ、旦那も食べてるじゃありませんか。こんなこと言われたら後であいつのことを怒れなくなる。そうだ、便所だったら見つからない。旦那、あれ、旦那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 に見つからねえところで食べりゃいいんじゃねえのか。あ、そうしよう。あ、ここだったら旦那も分かるわ。旦那！おおおかわ感想をちょっとお伺いしてもいいですか。落語は初めてで、第一印象がすごく良かったなって思って、なんか顔の表情で全て伝えられるのがすごいなって思います。言葉で全部表すことできないから、それ表現で表したらなんか簡単に理解するので、すごい。落語を僕今まで見たことは結構あったんですけど、そうなんですか。はい、そのなんていうか一回転する描写とか、僕あれ初めて見て、本当になんか描写とか工夫がすごいなと思って、その視聴者を巻き込むっていうか、同じ落語でもその文化によって受け取り方が違うのが面白いなって。確かにこの、海外にもこういうオチ的なところというか、ジョーク的なのはあるとはいえ、感じ取り方が確かに違いますね。つる子さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそ。実際にちょっと演目も見させていただいて、もう今日めちゃめちゃ面白かったです。嬉しいよ。実際に今日高校生の皆さんの前で演目をやってみていかがでしたか。いやー、でも本当今日。ね、いろんな多国籍で、文化も違ってって子たちが集まってたけど、なんかでもすごい嬉しかったのは、やっぱり笑いって共通なんだなっていうのが、なんか今日すごい感じることができて、で、みんなはね、もちろん日本語を学んでくれてる子たちだから、一応言葉も理解できてっていうのあったと思うけど、それでもなんかこの仕草の時でみんなが一斉に笑ってくれたりとか、こうなんか話の流れでちゃんとみそ豆なんかはちゃんととんちのところでちゃんと笑ってくれたりとか、落語って日本の文化だけど世界にもこう発信していけるのかなって思えた、なんかそんな機会になりました。